住むとは変な場所を巣に選んだもんだ。道具を使えるだけの知能があるのか。それなりに賢いな。料理をした後、これは人間の大腿骨、それも子供のだ。魔法陣の中に人間の頭蓋骨がある。これを使って力を引き出しているんだ。おそらくグレイブハグだ。頭蓋骨を集めて力を引き出した。自信をつけて村をうろつき始めたのか。頭蓋骨を奪えば墓地に戻らざるを得ない。その時始末しよう。さぞや腹を立てるだろうな。墓地で待つとするか。日が暮れれば這い出してくるだろう。風がうなっている。私の頭蓋骨を盗みやがって。自分で掘り出せばいいものを。来たな。計画通りだ。
ラウド・ローチ。仕事の件で来た。それで始末した。墓を掘り起こし、子供をさらったのはグレイブハグだ。そうか。で、子供はどうなった？子供は死んだ。ああ、やっぱり。それで報酬は？ああ、忘れちゃいない。どうぞ、助けてくれてありがとう。気をつけてな。俺の縄張りだ。お前が白き者か。どうも。何の用だ。森のジェニーについての啓示はお前が出したんだな。ああ、そうだとも。やってくれるか。ウィッチャーだろ。ばあさんの本能挿絵にそっくりだ。異形なるもの、もしくはウィッチャーの肖像、はっきり思い出せる。我々は恐れるが、お前なら森のジェニーも平気だろう。引き受けよう。森のジェニーについて詳しく話せる者はいるか。ロー・ウィレムなら話せたんだが、今朝野原で見つかった。心臓が弱かったんだ。みんな夜出歩くのを怖がるが、だがアグネタなら村の端に住んでいる。勇気を見たって噂だ。それで無事だったのか。怪我もせず。アグネタか。旦那を3人も亡くしてる。森のジェニーもあの女には手を出さんさ。親に正しき支配者がいなければとっくに餓死してたよ。あんたが勇気のことを知っていると聞いてきた。見たわ、この目で。森のジェニーをね、今あなたを見てるみたいによ。どんな外見だった？詳しく頼む。
実を言うとはっきりは見なかったの。日が暮れてきておぼろげな姿が現れたの。霧みたいな。近づいたらもやが熱くなって霧の中から顔が出たの。それで何をした？何って勇気の全身が出るまで待つと思う？村に走って行ってみんなに話したのよ。なるほど。では夕暮れの直後に現れたんだな。重要な手がかりだ。助かるよ。それじゃあな。女が裸足でここを通り抜けた。布の切れ端だ。多分ドレスの。草むらでほつれたんだな。この歩幅は走っていてドレスが破れたんだな。追われていたのか。手を振り切れなかった。男は女を刺したか喉を切った。なぜナイフを置いていったんだ。乾いた血がついてる。役に立ちそうだ。死体を引きずったのがはっきりした痕跡だ。森まで死体を引っ張ってきてここに埋めた。浅い墓だ。焦っていたんだな。何かがはみ出してる。手紙か。に駆られた恋人が女を殺したようだな。アトロイスか。長老なら少女を知ってるだろう。聞いてみよう。気をつけろ。どうも。何の用だ。ズラとボクハイを知ってるか。この村に住んでいたはずだ。なんてこった。あんたあいつらを知ってるのか。二人とも跡形もなく消えたんだ。もう一週間は見ていない。娘の墓と手紙を見つけた。他の男を愛していて僕輩を拒絶したようだ。ズラとオンタンだ。幸せを求めて北に逃げたと思っていたのに僕輩も同じ頃に出て行った。ではつまりズラが勇気になったのか。まさか優しかったあの子が。二人はどこで会っていたんだ。確かとは言えんが若い奴らは大抵空き地に行っていたな。村の西、野原を越えたところだ。ずら、かわいそうに。村に正しき支配者がいなければ。呪いを解く見込みはなさそうだ。追い払うしかないな。しばらく一箇所に縛り付けられれば。なんと。
背骨が真っ二つに折れそうだ。お前が…どうも。何の用だ。森のジェニーは俺が追い払った。戻ってこないか。ナイトレイスを追い払う方法は知っている。そうだったな。約束の報酬だ。本当にありがとう、ウィッチャーさん。じゃあな。生活じゃないぞ。Yeah.